はい。じゃあ、いつか公開のコーナーでございます。今日は12月21日で、昨日ね、覆面 YouTuber のタカさんとのライブがあったわけなんですよね。で、ライブってのは、もう隠してもしょうがないんですけども、セールスの花道なんですよ。ライブでセールスをするんですよ。ライブってのは、言ってみれば、セミナーですからね。で、そこにおいて、お店をオープンして、さあ、お客様、買いに来てくださいっていう風な晴れの舞台なんですよ。 でですんでライブ放送に参加する方ライブ放送の動画を見る方は見込み客になっている必要があるんですよねじゃあ見込み客になってるかどうかどうやったら確かめられるかっていうとズームライブが終わったりズームライブの YouTube がアップロードされたその次の日とかさらにその次の日ここ23日にかかってくるわけなんですよでここ23日でどん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 売り込みをしていくわけなんですよねで制約に、えー、こう つけけててていくっっこととになりりますすどもじゃあ売り込みって何をするのとただいくらですよお得ですよって言えば売り込みなんですかって言ったらそうではないんですよなぜ今回の商品を買わなければならないのかっていう理由そして買ったらどうなるのかという未来予想図これを繰り返し繰り返しお話しすることなんですよでそのために何をすればいいのかってことも一部お話した方がいいですよねこういうことを繰り返すことによってその商品を手にして今の現状を抜け出して素晴らしい未来を自分は体験できるんだっていうふうに お客様に思ってもらう、まあ、そういうふうなね、えー、非常に大事な期間がライブが終わってからの売り込みになります。もちろんライブの前から申し込みがあったりとかね、価格とか関係ないから買いたいんですっていう人がいればいいんですけども、そんなことは滅多に置きません。で、この販売がうまくいくかどうかっていうのは実はね、ライブの前にもう決まってるんですよ。ライブの前にうまいこと無料動画、無料コンテンツがたくさん発信して心つかんでいれば、もうね、 ズームライブなんて待たなくても商品買いたいですっていうふうな申し込みで入りますでもそれはまあ上級者の話ですからそこまでいかなくても少なくともズームライブでお問い合わせがあるとかねコメントがたくさん入るとかそういった流れにはしていかないといけないですよねで最も大事なのが実は無料コンテンツをたくさん出すまあフェーズの時なんですよ大きく3つのフェーズに分けることができますズームライブというセールスをする日 これの前と後です実はこのセールスの後っていうのは今お話したように23日しかチャンスがありませんですんでズームライブの前の数十日まあ主には21日っていうんですけども大体3週間が勝負になってくるんですよこの3週間の間に視聴者さんの問題解決とか動画を見た後にあこんな発見があったよとかね気づきがあったよとかあそういうことだったんだっていう風にいつもいつも 感動させていけないといけないんですよ。ただ単に動画を出してる人の声がなんとなくいいよねって。話し方が穏やかだよね。っていうふうにノリとか雑談でファンがついてきてしまうと、これはね、商品を買わないことを前提とした人でライブ会場が埋まることになるんですよ。まあ、ですんで、例えばね、お店をオープンしますと。商品買わないけども、いやーい、お店オープンしたんだってね、いやーいい店じゃん。すごいね、頑張ってね。こういう人が増えちゃうんですよ。でも、本当に、 自分のことをね信頼してくださるそこに視聴者さんやお客様ができていたんだったらオープンした時に付き合いいとはは言っっててもね商品のくくつかは買ってくれるはずなんですよでも応援してるからね頑張ってる頑張ってねだけで去っていく人って果たしてねビジネスとしてはどこまで有効なのかなと思っちゃいますただしそういう方でもいずれね自分の商品に興味を持って自分の商品を手に取っていただけるようにしていくのも ビジネスのやっていかなくてはならないところかなと思いますよね。まあそうなんですよ。だから発信者の方が結局視聴者さんの心をね掴んでいるかどうかってことがもうズーム対談のつまりはセールスの前にもうね出てるわけなんですよ。ズーム対談の日っていうのはいわゆるお店がオープンした日です。そのお店がオープンした日に。 来てくれるのか商品を一つでも買ってくれるのかそれはオープン前に何をやったかっていうところに全部答えが出てるんですよね、まあ、ですんでセールスがうまくいかなくなった時っていうのはこれは普段の情報発信が単なる惰性とかねやらなくてはしょうがないとかとりあえず本数上げてみましたみたいに陥っちゃってる可能性があります本当にこの一本の動画は誰のどんな悩みを解決してるんだろうかとコメントにちゃんと今回の動画本当にためになりますっていうふうに書いていただけるほどに 人の気持ちを動かしてるだろうかってところをシビアに見ていく必要があるんですよね。まあ、そうするとコメントがたくさん入る動画が出てるのに商品が売れないってことはないんですよ。で逆にですよコメントが全く入らないほぼ入っていないそんな状態でライブをやっても商品が売れることはほとんどないんですよね。それこそズーム対談で相当強めなサービスをつけないと相当強めのプレゼントをつけない限りもしくは価格がドーンと落ちてね 10万円のものが1000円ですよぐらいのことをやらないと本当に難しいと思います、まあ、ですので高いあらりを取っていくそして商品を買っていただいた方に深い感動とかねそれから買って損はなかったと思っていただける満足感を得るためにはもうすでに無料コンテンツこの量産がどのぐらい成功したかにかかるわけなんですよねこれはね結局これからも変わらないと思います無料でこれほどのことをしてくれるんだから有料はもっとすごいことが起きるだろうもしくは無料でお世話になったから もうね、有料コンテンツは何でもいいから買いますと。恩返しですっていうふうに、いわゆる視聴者さんに、どれだけ恩を売っていくことができたかっていうことが、無料コンテンツ、無料動画には込められてるんですよね。まあ、ですので、仕方なく作る動画っていうのが増えれば増えるほど、仕方なく見てあげるって人ばかりが集まってきますんで、要注意でございます。はい、じゃあ、いつか公開のコーナー。えー、今日はね、私もね、いつもいつも意識していることをお話しさせていただきました。それでは、失礼します。お疲れ様です。